俺は富岡義勇、捜査課の刑事を生業としていたが、胡蝶忍という素敵な女性と巡り合い、恋に落ち、夫婦となった。妻は刑事という仕事に理解を示してくれていたが、俺たちの間に娘が生まれたことで、俺は大事な家族を守るため、危険とは無縁の仕事へ転職をした。刑事に未練がないといえば嘘になるが、何よりも妻と娘が大事で、迷うことはなかった。危険とは無縁の仕事についても、俺の正義は揺るがなかった。娘が小学校に入学した年の夏の終わり、近所で一般人を巻き込んだ大事件が起きた。偶然居合わせて俺は考えるよりも先に体が動き、身動きできなくなった人々を誘導したり、励ましたりして、そして犯人らしき人物ともみ合いになり、大怪我をした。命は助かったが、内臓にまで達した傷により、一生薬を飲み続けなくてはならない体になってしまった。はじめは思うようにならない体に苛立ちや焦りを感じ、薬の副作用で食が細くなり、痩せこけていくのに、そう時間はかからなかった。当時7歳だった娘にも、パパが危ないと感じさせるほどに、あることがきっかけで、俺たち家族の結束は強くなった。そのおかげで、喜びも悲しみも、苦しみまでも共有し、苦難を乗り越えた結果、俺は傍目には健康な人と変わらないほどの体力にまで回復して、今に至る。娘は人の気持ちに寄り添い、共に歩き続けられる優しい人に育った。どこに出しても恥ずかしくない自慢の娘だ。その娘が。早いな。いよいよ明日か。そうですね。この家も寂しくなりますね。だが大事な娘の門出だ。笑顔で送り出さなくてはな。明日、嫁に行く。娘と歩くバージンロード。新郎に娘を委ねる。泣くまいと思っていたが、やはり手塩にかけて育てた娘が、他の男の元へと嫁ぐ瞬間は何とも言えないものがある。娘の人生だ。後悔のないよう生きろとエールを送りたい。その反面、ずっとそばに置いて、どんなことからも守ってやりたい気持ちが交差し、その感情が溢れて目頭が熱い。席では妻がすでに何度もハンカチで目元を拭っていた。お前がそんなに泣いてどうする。そういうあなたこそ、バージンロードを歩いていた時から目が真っ赤でしたよ。だけどいい青年のもとに嫁いでくれて安心したわ。若い頃のあなたに似ていると思うのよ。そうか、俺はあんなに軟弱ではなかったと思うが。時代が違いますから、強さの意味も変わってきますよ。彼ならきっとどんな時もあの子の味方になってくれると思います。ああ。さて、そろそろ移動しましょうか。そうだな。披露宴は滞りなく進み、聞かされていた内容を思い返せばこれで終わりのはずだ。娘から両親への手紙は恥ずかしいからやめてくれと念押ししたし、工程表にも記載はなかった。これで本当に俺たちだけの娘ではなくなってしまったんだな。あらあら、男をやって勝手ね。それを言うな。なんだ、司会進行役が娘のところに行き、何かを耳打ちしていた。娘は何度かうなずいた後、会場のライトは消え、娘と俺たち夫婦にだけスポットライトが当てられた。パパ、ごめんね。とても嫌がっていたけど、どうしても伝えたくて。あの子のしたいようにさせてあげましょう、あなた。私はパパのことが大好きです。そんなパパとの思い出は持ちきれないほどありますが、どうしても伝えたいことがあります。それは、私が小学1年生の時のクリスマスの出来事です。7歳の時のクリスマスといえば。パパ、お腹空いてないの？朝も昨日の夜も
いっぱいお料理残していたよ。大怪我をした俺は退院したものの、リハビリをしながら社会復帰を少しずつ始めていた。が、薬の副作用、今まで通りに動かない体に、何度も挫折を味わい続けていた。食も細くなり、それでは日常生活も、いずれままならなくなると医者に忠告されていたが、どうにもならない。娘に気づかれてしまうほど、変わり果てていたのだと、痛感した瞬間だった。ママのお料理、美味しいよ。ママの料理が美味しいのは知っているよ。そうだね。せっかくの料理、残したらママに悪いね。娘の前で無理して食べた後、娘に見つからないよう、嘔吐していた。季節が変わり、12月になると、世間はクリスマス一色になり、妻は少しでも気分が変わればと、家に大きなツリーを飾り始めた。娘に、サンタへのお願いは、これに書いてツリーに飾るのよ、といった短冊を出す姿は、見ていて微笑ましく、娘のどんな願いでも叶えてやろうという気持ちになる。だが、娘がサンタにしたお願いは、ねえ、あなた、これを見て。あの子が書いたサンタへのお願い。あなたの病気が良くなる薬ですって。流行りのおもちゃや洋服ではなく、俺が良くなるための薬。俺は7歳の娘にここまで心配させていたのか。そうね、私ももっとお料理のことを勉強するわ。少ない量でもしっかりと栄養が取れるメニューや口当たりがいいもの、まだまだ方法はあるわよね。ああ、俺もこんなことに負けている場合ではないな。俺と妻は娘のクリスマスプレゼントを2つ用意した。1つはサンタが用意した薬、もう1つは7歳の女の子が欲しがるプレゼント1位のものだ。その当時は女の子が変身して戦うアニメが人気で、娘も時々真似をしていたのを知っていた。当然喜んでくれると思っていたのだが。おはよう、パパ。見て見て、サンタが用意したパパが良くなる薬だよ。サンタが願いを叶えてくれたんだよ。ねえパパ、飲んでみて。あ、そうだな。どう？効いてそう？うん、そうだな。なんか力がみなぎる感じがするよ。朝からもりもり食べられそうだ。ママ、早速朝食を頼む。はいはい。嬉しそうに笑う娘の笑顔が眩しくて、俺は泣きながら薬を飲んだ。と言っても、医者が処方してくれた薬なのだが、妻と協力してバレないよう、あたかもサンタが用意した薬のように細工し、娘を信じ込ませられたと俺たちは思っていた。あの時のクリスマスプレゼント、あれはパパやママが用意したものだってすぐに分かったのよ。本当か。うん、だって袋の文字がパパの文字だったし、パパの書く文字ってとても特徴があるの、気づいてなかった？あとね、薬の種類が同じだったのよ。ママが薬の管理していたでしょ。私知っていたの。朝起きて枕元にあった薬の中身確認して、あー、パパの体はサンタさんでも治せないんだなーって。だから私がもっともっと明るく場を和ませなくてはって思ったの。私も一緒に沈んでたらパパの体がもっと悪くなるかもしれないでしょ。私が笑って明るくなるなら安いもんだって。本当はずっと言うつもりはなかったけど、私がいなくなることであの家から笑顔が消えたら嫌だから、せっかく回復して現状維持を保っているパパの体が悪くなるのは嫌だから、だからこの時のことを思い出して笑っていてほしい。きっと笑っていればどんな時も乗り越えられると思うから、大好きなパパには長生きしてほしいもん。互いが互いを思い合い、騙されていたとは。
いいではありませんか。誰かがそれで救われる嘘なら、きっと神様も許してくれますよ。きっと。そういうものなのかもしれないな。だが、7歳の子供に気を使われる大人、しかも親だったとは、情けないな。娘からのサプライズは想像以上の反響で、当事者である俺たち家族以外にも、同席した同世代の方々が涙し、披露宴終了後も、ホテルのロビーで話が盛り上がり、予定よりも遅い帰宅になってしまった。ただいま、と言っても笑って出迎えてくれる娘は、もうこの家で生活することはないんだな。もう、あなた、あの子に笑って暮らしてと言われてきたばかりですよ。さあさあ、早く中に入ってください。お薬の時間が過ぎていますよ。そうだった。もっと早くに戻るつもりでいたから、1回分しか持参していなかったんだったな。確かいつもの場所に夕食後の薬を入れておいたはずだったが、ないな。どこに置いたんだ、俺は。忍、いつもの場所に置いておいた薬がないが、別の場所に置き換えたのか。そんなことしてませんよ。ちゃんと探してみましたか。今朝はドタバタして出かけたから、別の場所に置きっぱなしにしたのではないですか。そうなのか。そんなことをした記憶はないが、思い当たる場所の引き出しを全部開けて確認したが、薬はない。妻にも手伝ってもらい、探す場所を広げると宝探しをさせられているような感覚になっている。これも娘効果だろうか。笑いながら過ごせばどんなことも乗り越えられる、その言葉を実践させられているような感じになった時だった。食器棚の中に懐かしいものを見つける。見てくれ、もうかれこれ20年は経つのに、あいつずっと持っていてくれてたんだな。それはサンタが用意したパパが早く良くなる薬と書かれた袋の中に夕食分と残りの薬が詰め込んである。妻と二人、新たな人生を歩き始めた娘からの置き土産に、いつまでも涙が止まらなかった。